本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は大島信頼さんのお金持ちになる人の心理学という本の解説動画より、9割の人が知らないお金持ちになるための仕組みという部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。さて、著者の大島さんはお金持ちになるために何が必要なんだろうということを必死に研究する中で、なるほど、人とお金がつながるためには脳のある仕組みを知ることが重要であるということに気づきます。大事なポイントは無意識の力でお金持ちになるということ。さて、このように言われてもまだピンときていない人多いかと思います。それもそのはずで、お金持ちになるにはという内容の書籍は星の数ほどあり、たとえそういった本をたくさん読んできたという人であっても、本日お話しすることは初めて聞くという方が圧倒的に多いはずだからです。だからこそぜひ注目していただきたいと思います。お金の使い方に自信がない、ついつい無駄遣いをしてしまう、あるいは自分のお金の使い方やお金で損をした経験などに対して親や他人からガミガミ言われたことが一度でもあるという方にとって、特に見ていただきたい内容となっております。非常に興味深い内容となっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、あなたが貧乏症になってしまっている原因の一つとして、誰かからあなたの能力を封印する暗示をかけられているケースがあります。著者はこの暗示を呪いの暗示と呼んでいます。呪いというと怪しく聞こえるかもしれませんが、その暗示は多くの人が聞き覚えのあるセリフによるものです。あなたは親だとか周りの人からこのように言われたことはありませんか？すぐ無駄遣いをする、計画的にお金を貯められない、将来あなたはお金で苦労する、怒りで人生を台無しにするかもしれないよ、あなたは肝心な時にチャンスを逃す、あなたは一番にはなれない、すぐに人に騙される、人からいいように利用されるタイプだね。さて、どうでしょうか？大人になってからもよく言われているよと思う人結構多いと思います。著者は母親からお金に関して次の3つのことを忠告されたそうです。すぐ無駄遣いをする、計画的にお金を貯められない、将来あなたはお金で苦労する。その時の母親は当然自分の息子が実際にそうならないようにと良かれと思って話していたでしょう。しかし、それらの言葉は暗示として著者の頭の中に居座り続け、本当にお金が貯められない、あるいは無駄遣いをしてしまうことから抜け出せないという現実を作り上げてしまうことになったんです。うまくいかないのを親のせいにしているだけでしょと、これを聞いて思うかもしれません。しかし、実際に著者のカウンセリングを受けに来る方でも見事に親からかけられた呪いの暗示の通りになってしまっている方々が結構いらっしゃるそうなんです。呪いの暗示に縛られたままでいる人もいる一方で、その呪いの暗示から解放されるとどんどんお金持ちになっていくというケースもあると言います。呪いの暗示とは知らないうちにかかり、長年にわたってあなたの人生を変えてしまうほどの効果を発揮し続けるんです。恐ろしいのが、この呪いの暗示は相手のために良かれと思ってかけた言葉に必ずと言っていいほど含まれているということです。例えばセールで1万4000円のカバンを購入し、それを見た親からこう言われるとします。そんなに高いものだったら大切に使わなきゃね。自分の子供が高いものばかり買って散財し、ホームレスにならないようにと子供のためを思って発言するのでしょう。ですが、ここには2つの呪いの暗示が含まれています。1つは高いものを買って無駄遣いをしてお金がたまらないというもの、そしてもう1つが物を粗末にして罰当たりで貧乏になるという暗示です。暗示をかけている本人には貧乏になる暗示などかけている自覚などもちろんありません。しかし、それは散財して貧乏になると物を粗末にして罰が当たるという自分の子供の未来が見えたからこそ出た言葉です。子供の頭にはまた無駄遣いをしてしまった、物を大切にできない罰当たりという暗示が残り、どんどん貧乏になってお金がたまらないという意識で苦しめられてしまいます。その結果、実際
体の呪いの暗示の方向に進み、親が心配した通りの未来になり、ほら言った通りになったでしょとなるわけです。呪いの暗示の影響力はなぜそんなに大きいのか。それはお金を意識して無意識の力が使えなくなるからです。無意識の力とはどういうものか。例えば運動会の入場行進の練習をしているときに、右手と右足、左手と左足を動かすように意識して歩くと、どうも滑らかにいかず、ロボットのような不自然な動きになったりしますよね。意識しなければ自然に歩けるのに、意識すると思い通りに動けなくなってしまう。それは自転車や車を運転しているときも同じで、まっすぐに運転しなければと意識するよりも、意識しないで前だけ見ている方が自然とまっすぐに走れていたりします。お金に関しても同じことが言えるんです。呪いの暗示でお金を意識しすぎればどんどん道を外れて散財したり損をしたりしてしまいます。逆に無意識でいると、無意識がお金持ちの方向にまっすぐに走らせてくれるんです。無駄遣いをすると暗示をかけられていたら、暗示の力によりお金を使うときに無駄遣いを意識し、無駄遣いの方向に向かっていってしまいます。無駄なものを買うために時間があればショッピングサイトなどを開いて眺めては、必要がないものだと分かっていながらもつい買ってしまいます。また無駄遣いしちゃったなぁと思ってもまた繰り返してしまいます。一方で無意識の力が働いていれば、自分に必要のないものは手に取ったりしません。無意識に任せていたら自然とお金持ちの方向に導いてくれていたところ、呪いの暗示にかかってしまっているがために、自分で意識的にお金持ちの方向にコントロールしようとしてうまくいかなくなってしまうわけです。このように無意識は私たちが意識していないところで助けてくれる。それが無意識の性質なんです。混雑した交差点で人に当たらないように歩こうと意識するすればするほど、相手と同じ方向に避けようとしたり、人の肩が当たってきます。なのに人を意識せずに友達と楽しく話しながら歩いていたら、スイスイと自動的に避けられたりします。かといって無意識に任せれば自動的に人を避けられるんでしょと、スマホの操作をしながら歩くのは禁物です。それはながらスマホの場合はスマホに完全に意識が向かってしまっているからです。無意識は意識によって定めた方向に私たちが進むように助けてくれるものですから、安全に歩くために無意識だけに任せるのはダメで、意識で歩くことで無意識の力がサポートに入ってくれるというわけなんです。意識と無意識の適度なバランスが必要なんです。私たちが意識的に動くときはいつも自分一人でやっているようで、実は常に無意識のお世話になっているんです。例えば著者はいつも三日坊主で続かなかった1日10キロのランニングが、音楽を聴きながら走ることで継続できるようになったと言います。それは音楽を聴くことで1日10キロ走るという目標だけに意識を集中させることができると分かったからです。一方で音楽がないときは意識が目的から簡単に外れるから不快になって苦しくなることが分かりました。そうなると呼吸が苦しいことに意識が向いたり、膝関節が痛くなったと苦しくなっていたそうです。しかし音楽を聴いて目標へ向かって一点集中モードに入ると、無意識が呼吸を整えたり走り方を調節して膝への負担を軽減してサポートします。そうやって無意識は意識が定める方向に寄り添ってゴールまで導いてくれるんです。先ほども申し上げたように、無意識の力を借りながら自分が決めた方向にうまく進むためには、意識と無意識はどちらかに偏っても良くなく、適度なバランスが必要なんです。ではお金から好かれる割合はいくつなのかというと、意識と無意識が半々であります。損得感情でイライラする、お金のことで不安になる、お金のことで後悔すると、お金を意識しすぎてしまっている状態だと意識の割合が多いということです。まあいいか、買っちゃえといったノリだとか、人に親切にしてあげたいという心で財布の紐が緩みそうになったら、それは無意識の割合が大きくなっている状態です。ではどうやって
意識と無意識の調合を50対50にすればいいのか、その方法はとても簡単です。大前提でお金持ちになりたいという意識を持つこと、そして日常生活の中で、あ、意識が多くなっていた、あ、無意識が多くなっていたと気づけばいいんです。気づくだけであなたの無意識さんがお金から好かれる意識と無意識の黄金比50対50に調節し保ってくれますから、自然とお金が入ってくるようになるんです。著者がカウンセリングされたある男性は、自分がお金を意識しすぎていたことによって損をしてきたことに気づき、考えずに行動するという無意識の比重を多くするように無意識さんに整えてもらうことにしました。その結果、これまでお金を無駄にしたくないと断っていた先輩からの誘いに乗れるようになり、周りからの信頼度が上がり、仕事を任される機会が増え、あっという間にリーダーに昇格したと言います。その際にお世話になった先輩にお礼にご馳走するべきだという考えがよぎるも、これは意識の割合が大きくなっているかもしれない。今はしっかり財布の紐を締めておこうと50対50の比率を思い出したそうです。そうやって意識と無意識の黄金比に気づくだけで、どんどんチャンスが巡ってきて社長賞をもらい、ボーナスも大幅にアップするというお金の流れを掴んでいったんです。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、あなたは誰かからあなたの能力を封印する呪いの暗示をかけられたことで貧乏症になってしまっている可能性がある。呪いの暗示はすぐに無駄遣いをする、計画的にお金を貯められない、将来あなたはお金で苦労するのように相手が良かれと思ってあなたにかける忠告の言葉に大体含まれている。ポイント2、例えばすぐ無駄遣いをするという言葉は暗示として言われた人の頭の中に居座り続け、どんどん貧乏になってお金が貯められない意識で苦しみ、本当にお金が貯められない、あるいは無駄遣いをしてしまうことから抜け出せないという現実を作り上げてしまう。ポイント3、無意識は意識によって定めた方向に私たちが進むように助けてくれるものであり、物事をうまく成し遂げるには意識と無意識の適度なバランスを保つことが必要である。ポイント4、お金から好かれる意識と無意識の割合は50対50、呪いの暗示によりお金に対しての意識の割合が高くなると自分で意識的にお金持ちの方向にコントロールしようとするためうまくいかなくなる。これからは自分がどちらかに偏ってしまっていることに気づけるようになれば、あなたの無意識さんがバランスを整えてくれる。さて、切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。